花田が前に上がっていきました。2番の斉藤一旦5番手に下がります。バックストレッチ、後ろの様子を見ている4番の花田、2番の斉藤は現在5番手、残り600の鐘。2番の斉藤、ここからもう1回上がっていけるか。しかし4番の花田がその動きをしっかりと見ています。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。4番の花田がペースを上げてこのまま先行していきます。2番手1番の岡崎、3番手には7番の三井、4番手5番の野田がいます。2番の斉藤が2コーナーあたりからの仕掛けまくっていきます。バックストレッチ、2番の斉藤が3番手から2番手に迫る。1番の岡崎がこれをブロックするが、かいくぐった2番の斉藤が先頭に変わる。後ろは3番二つか追っていく。4コーナーから直線、2番の斉藤先頭、3番二つか4番花田が2番手並んでいるが、2番の斉藤が抜け出してゴールインです。2着争い接戦。